さあ、変わってはブリリアントライフラボのコーナーです。アンナちゃん、お願いします。はい、このコーナーは皆さんが気軽におしゃれに DIY を楽しんでいただこうというコーナーです。はい、早速お便りをいただいておりますのでご紹介していきましょう。はい、清武町にお住まいの清高さんからいただきました。ありがとうございます。ブリリアントライフラボ、自分も以前作ったのラック、はい、あれ作ってみたいなと見てすぐ思ったんだそうですって。とてもいいコーナーです。今後も楽しみですとお便りをいただいておりました。はい、嬉しいですね。今回はですね、私がこんなものを作っちゃいました。それではご覧ください。どうぞ。
というわけで今回私ヘリンボーンテーブルというものを作ってみました。今スタジオのこちらにもあるんですけど、テーブルなんですけどこうやってインテリアとして飾っても可愛いですよね。え、なんて言ったっけ、寄木細工じゃなくてヘリンボーンテーブルです。ヘリンボーン、ヘリンボーン、はい、なんだっていうのがですね、この、まあ、模様のことなんですけど、魚の開きみたいになんか見えませんか、模様が。このヘリンボーンっていうのがニシンの骨っていう意味があるらしくて、そういう模様のテーブルのことを言うんですけど、ね、ボーンって骨ですもんね。あ、そっかそっか。なるほど。でもこうやってなんかね、 VTR の中ではテーブルで使ってたけど、はい、こうやって壁にとかこう立てかけて使ってもすごいインテリアとして素敵。そうなんですよ、うん、で、あのこうやってこう貼り付けていくのもこの下にこう線が引いてあるので、うん、そこに沿ってこう貼っていったり、うん、もう切って出来上がってるのでパズル作るみたいな感じで楽しかったです。でこの後ろのちょっといいですか、はい、実際、はい、はい、ちょっと見せてもいい、このこれ、わこれがポイントですね。これがあるから、うん、こうね、壁とかこう立てかけて使えると、置いても使わないときは置いてたらもうインテリアになりますし、ね、なんか懐かしいこの足、ね、いやでもおしゃれに、ね、私たちが知ってるこの時代とは違う、ね、でこれをこう普通に置けばテーブルに、ほらこのスタジオにも合うじゃない、素敵、すごい素敵、ちょっとこうソファーサイドにあってね、うん、こうちょっとほらこうコーヒーとか置くときにどうですか、こう洗ったりとかして、いいじゃないですか、いいですね、部屋のワンポイントにもなりますし、うん、テーブルってなんかすごいこうハードルが高い自分の中でイメージだったんですけど、うん、もう釘を打つ前に両面テープでこう仮止めをして貼ったりだったりとか、あと便利なグッズがたくさんあってですね、最初の方にこの板を切るときに出てきたノコギリガイドっていうのはですね、まあ、木を置いてもうノコギリをこう挟めて切るのでブレないんですよ、うん、なのであの女性の方とかこう押さえる力が弱かったりするとこう木がずれちゃったりするんですけど、こういうノコギリガイドとかがあると綺麗にまっすぐ切れますし、あと横の板を打ち付けるときに出てきた隠し釘ですね、あれピンクのやつ、はい、あれを潰れる、ちょっと潰れるまで打ち込んで横からこうトントントンってやるともう簡単にポロって取れちゃって、打ち込んだところがすごい、このちょっと穴になってるところに釘が入ってるんですよ。え、でも外から全然わからない、ポロンって落ちるっていうのは、釘って上にこう平たい部分があるじゃないですか、はい、この部分がポンと落ちるってこと。そうなんです、だからデザインの邪魔にもならないですし、すこういう便利なグッズたくさん使ったら本当に女性の方でも簡単にこういうテーブルを作ることができますので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。はい、以上ブリリアントライフラボのコーナーでした。はい。